ニュースマグビです。滝川クリステルさんが41歳の誕生日に思い出の場所に現れました。訪れたのは都内の閑静な住宅街、表札も看板もないレンガ造りの一戸建て。出迎えた男性に案内されるように2階へと消えていきました。そこは滝川さんが元彼小沢幸義さんとたびたび通っていた隠れ家バー。カウンターで一緒によく座っていたそうです。芸能関係者は本人たちは別れていると言い切るが、彼女の部屋には出入りしている、本当にわからない2人ですとコメントしています。雨上がり決死隊の宮迫博之さん、チュートリアルの徳井よしみさん、オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、グラドルの稲村亜美さんなど多くの芸能人がスピードワゴンの小沢和弘さんの45回目の誕生日を祝うために集まりました。芸能関係者によると小沢さんには事務所の枠やジャンルを超えた友人が大勢いるとのこと。誕生日会は10年以上は続いていて、いつも多くの芸能人で盛り上がっているそうです。小沢さんには人徳があるようです。8月に歴代最年少でジュエリーブランドブルガリのアンバサダーに就任し、9月にはファッションブランドシャネルのビューティーアンバサダーにも抜擢された Kōki さん。15歳にして歴史ある世界的なブランドの顔になりました。一方で親の七光というバッシングも見受けられます。ファッションジャーナリストの宮田理恵さんは、海外では親が有名であることで嫉妬はされない、受け継いだ美貌と注目度も個性や才能の一つと受け止められていますとコメントしています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。